NHK 交響楽団応声奏者の池田祥子です、えー。この度は宮崎市で100周年、誠におめでとうございます。私にとっての宮崎市は、心も体も集まる場所、リラックスできる場所です。えー、もちろん実家があるということもあるんですけれども、綺麗な空気、そして美味しい食べ物、そして温かい地元宮崎の方々との触れ合いあい、本当に体も、 あのリフレッシュできますし心もあ解き放たれる本当にあの素晴らしい場所で、えー、東京であの忙しくしている間,間もやはりそういうふるさとがあると思うだけでとてもあの自分のそこが芯になっているような心持ちでおります、ね、やっぱりあの宮崎で演奏するとすごく環境も素晴らしいとか、えー、食べ物も美味しくて人柄も皆さん優しくてとても素敵なところだねという おっしゃる音楽家の方がとっても多くて、えー、私もいつも誇らしく思っておりますこの度は宮崎市政100周年おめでとうございます